三重県、中学高校、制服人気ランキング。まずは中学校から。第5位、皇學館中学校。伊勢市にある、私立中高一貫校。制服は、男女ともに紺色ブレザー。男子は、コンスラックスに赤系、ストライプ柄のネクタイ。女子はチェック柄のスカート、男子のネクタイと銅柄リボン。とても可愛いらしい制服です。伊勢神宮などが、近くにある立地を生かして、日本の歴史伝統文化を肌で感じて、理解する授業を実施しているのだそう。第4位、高田中学校。津市にある、私立中高一貫校。制服は、男女ともにキャメル色ブレザー。男子は、グレーチェック柄、スラックスにストライプ柄のネクタイ。女子はグレーチェック柄のスカート、男子のネクタイと銅柄リボン。明るい色合いが可愛い制服です。ブレザーのキャメル色は、気持ちを安定させたり、堅実で信頼感を与えたり、温かみを感じさせたりする効用があるのだそう。第3位、桜ヶ丘中学校。伊賀市にある、私立中高一貫校。制服は男女ともに黒のブレザー。男子は、グレースラックスにストライプ柄のネクタイを着用。女子はチェック柄のスカート、ネクタイまたはリボンを着用。男女ともにスタイリッシュなコーディネートです。卒業生のファッションデザイナー、長沢洋一氏によるデザインです。第2位、セントヨゼフ女子学園中学校。津市にある、私立女子中高一貫校。制服は、冬はコンブレザー。スカートに赤地のストライプリボンを着用。夏服は、セーラー調の水色ワンピースで、他では見かけないデザイン。色合いも夏らしい色で爽やかです。高校の夏服は、上下白のセーラータイプで、こちらも非常に爽やかです。第1位、暁中学校。四日市市にある、私立中高一貫校。制服は、男子の上着は濃紺ブレザー。コンスラックス、ベージュネクタイを着用。女子は、濃紺ブレザーでボタンが斜めに3つ入った斬新なデザイン。白ブラウスに緑のリボンが可愛い作りです。中高一貫の6年生と、高校のみの3年生の、2部体制からなる学校。中学校から入学すると、6年生となります。続いて高校。第5位、県立川越高等学校。川越町にある県立高校。制服は、男女共に上着はコンブレザー。男子はコンスラックス、ストライプ柄ネクタイを着用。女子は、チェックスカートに男子のネクタイと同じものを着用。男女で統一された制服がとても評判が良いです。ゴエゴエなるイメージキャラクターが存在。性格は、腰は重いが、一度決めたら、意志は固い、のだそう。第4位、県立四日市南高等学校。四日市市にある公立高校。制服は、男女共に上着はコンブレザー。男子はグレースラックス、青地のストライプ柄ネクタイ。女子は、チェックスカートに男子のネクタイと同じ柄のリボン。爽やかでとても可愛いデザインです。学校がある四日市市のマスコットキャラクターは、小遊道くん。妖怪の男の子で、ナンバープレートにも登場します。第3位、四日市メリノール学園高等学校。四日市市にある私立高校。制服は、男子は爪入り学ラン。紺色でボタンが見えないデザインとなっています。女子は紺のスーツスタイル。とてもシックな雰囲気で、水色のリボンが特徴的。2017年に男女共学化、メリノール女学園から現在の校名に変わりました。第2位、県立津商業高等学校。津市にある公立高校。制服は、男女共に上着は紺のスーツスタイル。男子はコンスラックス、赤ネクタイを着用。女子はスカートに男子のネクタイと同色のリボン。夏服は涼やかなセーラーブラウスになります。とても可愛らしい制服です。いよいよ第1位の発表。第1位、県立飯野高等学校。鈴鹿市にある公立高校。制服は男女共に上着は紺のスーツスタイル。男子はコンスラックス、赤地にストライプ柄ネクタイを着用。女子はチェック柄、スカートに男子のネクタイと同色のリボンを着用。チェック柄がオシャレで可愛らしい制服です。前日制の設置学科は英語コミュニケーション科、応用デザイン科と非常に特色があります。外国語系、美術系の大学へ進学する生徒が多いのだとか、いかがでしたでしょうか。今回紹介した以外にも、制服が人気の学校は山ほどあると思うので、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録もお願いします。